夢ラジオ第3998回。今日は令和4年8月24日水曜日です。時刻は午前8時、横浜港北、夏の朝広がりました。太陽が港の方、東から今昇りつつありますね。ただし7月初めの頃の太陽はぐんぐん昇るという感じでしたが、もう8月も末、少し穏やかな太陽、朝日となってきました。今日はお昼目黒にお出かけする予定ですが、朝は夢ラジオの放送です。さて3998回目、今回は孤独な将軍徳川慶喜取り上げましょう。孤独な将軍徳川慶喜。徳川慶喜は第15代将軍、この世に習います。そしてこの第15代将軍の時に大政奉還が行われ、幕府が政治をするという体制を朝廷へ返すということが行われました。これは慶応3年1867年、10月の頃でしたか、秋の頃だったと思います。慶喜といえば大政奉還けれど、この徳川慶喜って人は徳川宗家からの人ではなく、水戸徳川家、ここの出身なんですよ。幕末19世紀の前半に烈公と呼ばれた徳川斉昭、こういう藩主が水戸に出ました。この徳川斉昭は過激な物言いで、当時非常に世間を騒がしたそういう藩主、またこの徳川斉昭の個性が結局は斉昭亡き後も水戸藩において天狗党という悲劇を生むことになります。結局水戸に天狗党ができたのは斉昭が原因だったと私は思っております。非常に華美を嫌い、倹約を旨とし、そして藩主として藩を見せようとした徳川斉昭けれど、非常に悪評も高く、ですから器用方変の激しい人、徳川斉昭、そう言っていい。その7番目の息子さんが徳川慶喜なんですよ。で、7番目ですから藩主にはなれない。藩主には長男の徳川義篤が水戸藩主になりました。そして7番目の弟、要するに部屋積みですね。慶喜はずっと部屋積みで終わる可能性もあったんです。で、御三家なわけですから、どこかの家に養子に出すという、そういう方法もありなんですけど、父親の徳川斉昭はこの慶喜をずっと手元に置きましたね。何かあったら慶喜でと思っていたんでしょう。ところが長男の義篤が藩主となり、そして月日経ってもう慶喜が藩主として登場する可能性がなくなる、それははっきりしてきました。そしてちょうどスペアとして取っておかれていた慶喜なんですが、10歳になる頃、一橋家ですね、一橋徳川家に養子に入らないか、そういう話が持ち上がった。この話を進めたのは将軍徳川家慶。この12代将軍家慶は、この今回の主人公慶喜を非常に可愛がり、
ですから家慶の義を偏記としてもらって徳川慶喜、この時一橋慶喜になりました。そして家慶には実は家定という後に13代将軍になる息子いたんですが、この息子が病弱で、でこの家慶はその病弱な息子のことを心配し、そしてそれと対比する形で利発そうな水戸から来た一橋慶喜を可愛がった。当然13代将軍と後になる家定からしたら面白いはずなく、この13代将軍家定はこの一橋慶喜のことをずっと遠ざけました。さてこの慶喜が入った一橋家ですが、田安家そして清水家という3つのお家が江戸城にあったんですね。江戸城内です。でこの田安、清水、そして一橋というのは8代将軍徳川吉宗、この吉宗の子供が3つの家を作った。でこの3つの家からは将軍が出せる。言い方を変えれば8代将軍吉宗が3つの家を建てた、御三家を作ったということは、これからは御三家から将軍を出さないかもしれない、御三家から出すかもしれないということの表れだったわけです。ただし一橋、田安、清水というのは江戸城にいる徳川家の家族の一つというだけで、実は領地もなければ部下もいない、歴史も浅い。だから一橋慶喜は全く力がなかったんですよ。御三家というのは将軍が出せる血筋かもしれないけど、領地があるわけでもない、部下もいない、いても数えるほど。だから政治的な力はない。だからさっきの水戸をバックにした徳川斉昭とは藩主ですよね。もう全く違う立場なんです。ただし将軍になる可能性がある、慶喜はね。家定は13代将軍となった時、自分にとってあまり面白くない一橋慶喜、これを自分の次の14代将軍に推すはずはない。ですからよく将軍軽視問題と日本史でも出てき、その時一橋派と南紀派が争って南紀派が勝ったと教科書には書いてありますが、争うも何も最終決定権は公方にあり、つまり将軍にあり、その将軍は家定なわけで、この家定が人事不正になっているのならともかく、そうじゃない限り一橋慶喜が14代将軍になる可能性はもともとなかった、血筋も遠い。だから一橋慶喜を推していた島津斉彬、そして父親の徳川斉昭、そして越前の松平春嶽、そして尾張の徳川義勝、こういった者たちはゴリ押しをしていたわけで、いい大老の方がよほど利があったわけです。軽視問題に関してはね。けれどその一橋慶喜が14代将軍徳川家茂ですね、南紀派というか紀州からやってきた徳川家茂の後継職となり、そして露払いとして幕末、もう1860年代になっていますが、京都に向かう。そして一橋慶喜、この時は後継職、徳川家茂のね、露払いとして京都に行ったわけですが、この慶喜の母、つまり徳川斉昭の妻、正室は京都の有栖川出身なんですよ。ですから一橋慶喜には有栖川の血が流れていて、
ですから京都に行った時、孝明天皇にも拝謁しているんですが、その孝明天皇からは、慶喜、面を上げよと、顔を見せよと。おお、まさしく有栖川の顔じゃ、こういうこともあったとか。ですから京都での、つまり文久の頃ですね、1860年代前半、京都での一橋慶喜というのは割と動きやすい立場にはあった。つまり武家のトップ、将軍の後見職だけでなく、公家にも顔は聞いたんですよ、一橋慶喜は。意外なことに。けれどさっきからお話しているように、領地がない、部下もいない、当然軍事力がないから、まあお飾りみたいな、そういう立場にあることは間違いない。後見職というのはあくまで後見だけなんですよ。主人公は家持ちなんです。結局一橋慶喜は14代将軍徳川家茂、まだ若かったんですね、10代の後半で。彼を盛り立て、そして京都でもなんとか攘夷派を進め、攘夷派を抑え、失礼しました、攘夷派を抑え、そしてじゃあ開国に進むかというと、急激な開国もやらない、急激な国を開くこともやらないという、まあどっちつかずの、まあ悪く言えばブレたけれど、まあ、よく言えば過激に走らない、そういう政策をずっと主張し、結局この一橋慶喜を中心に始まった山陽会議、これが文久3年から元治元年1863年から64年なんですけど、この山陽会議、一橋慶喜、島津久光、伊達宗成、松平春嶽、この者たちで構成されていた山陽会議を結局慶喜がぶち壊して終わりました。まあ慶喜からしたら、自分以外の久光にせよ、春嶽にせよ、宗成にせよ、この辺は藩主なわけですから、やはり部下と軍事力がある、自分にはそれがない、ただ後見職というだけだ。こんな山陽会議は自分にとって不利なだけだ、こう思ったんでしょうね。この後1864年元治元年の第一次長州征伐は幕府の面目保てたものの、その2年後の第二次長州征伐、これはもう慶応2年になってますね、1866年、ここでは幕府はもうボロ負けし、そしてこの時なんとまだ二十歳だった14代将軍徳川家茂が急死、大阪城で。そしてその年の冬、つまり1866年の冬に15代将軍として一橋慶喜が徳川慶喜として登場した。だから15代将軍徳川慶喜と言いながら、政務はずっと京都であり、またその在位期間は1年ほどだった。翌1867年、慶応3年には大政奉還しますからね。その後鳥羽伏見の戦いでは、徳川慶喜はほとんど戦うことなく江戸へ戻り、上野寛永寺に蟄居。この慶喜の逃走、当時幕府軍は大きな軍事力がまだあった、薩長を圧倒できる可能性は十分あったけれど、慶喜は戦わなかった。その理由は今でも取り沙汰されていますが、まあ最も大きな理由は賊軍になりたくなかったんでしょうね。この時、つまり鳥羽伏見の戦いでは孝明天皇ももう亡くなっていて、
明治天皇の時代になっていますが、その時なんと薩長軍の側で錦の御旗が立った。時代は明らかに官軍は薩長なり、ここで抵抗したら幕府がたとえ戦闘で勝ったとしても賊軍になってしまう。有栖川の地域慶喜としてはそれは耐えられなかったでしょう。徳川慶喜は明治の新しい時代になってからも長く生き、そして江戸時代の奇人ということで明治新政府からも手厚い俸給がやってきて、駿府、今の静岡で悠々自適の趣味人として過ごしたようですね。ほとんど幕末については語りませんでした。徳川慶喜がもっと記録を残していれば幕末に光当たることも多かったんですが、まあさまざまな秘密を全部飲み込んで、晩年は趣味に没頭。だから写真がたくさん残っていますよ。写真が好きだったんですね。夢ラジオ3998回、今回は孤独な将軍徳川慶喜お話ししました。ありがとうございました。